はい、山本一郎ですこんにちは、えー、今日お話をしていきたいのは、えー、パチンコ屋さんと自由っていう,こう、まあ、非常になんかこう落差のある話が今すごく旬になっていてですね、えーまあ、ゴールデンウィーク中に法学者の方々とそのパチンコ屋さんと回転する自由について話をしようみたいなこと結構あの2時間ぐらいこうなんでしょうオンラインでお酒飲みながら話しててすごく盛り上がったんですけれどもこれ何なのかというとですね あの現象だけ先にお話をすると報道で出ていた内容ですけどもその千葉県でですねその限られた営業しているパチンコ屋さんを目指してですね、まあ、千葉県内だけじゃなくて千葉県外あの例えば群馬とか埼玉とか東京とかでパチンコが好きな方がですね車でまあ移動してですねそういうパチンコ屋さんにやってくるっていうそういう話をまあ報じられていたわけですよね。 でこれ何なのかっていうとですね、そのまあ、休業要請が出たときに、その応じるのか応じないのか、まあ、さらにその休業保障が十分なのか、十分でないのか、でこれってその、まあ、試験っていう、その私の権利とか言って、試験って読むんですけれども、この試験を制限するものなんですよね。で試験って何なのかっていうと、まあ、財産権を今回の場合はその一番重視される部分なんですけれども、この財産権って何なのかっていうと、まあ、営業して得るべき利益、まあ、得られる利益ですね、をきちんと得る。 まあそういうことはその当然営業する自由,、まあ、自由営業する自由っていうのはまたちょっと微妙な言い方なんですけど、まあ、これ、法学者の方々皆さんかさあのよくおっしゃるのはあの国がその強制できないわけですよでこれはそのまあ今まさにそのコロナ担当省の西村康稔さんがです、ねえー、罰則規定もある休業要請を出すってこれ、これ実の命令でしょうと。 でその試験を奪う行為であってこれは憲法違反よねというようなことをまあ法学者の方々は言うわけですよ。でこれあのパチンコに行く人からするとですねその当然営業しているパチンコ屋に行って何が悪いって話なんですよね。 で当然その県をまたいだ移動しないでくださいってこれは東京都の小池百合子都知事も言ってますしまあ各種まあいろんなその都の関係者だけじゃなくて他の県知事さんであるとかまあ自治体の方々もなるべく県をまたいで移動しないでねという話をしているわけなんですけれどもその移動しないでねっていうことはあくまで要請ですよねお願いじゃないですかでお願いをしてじゃあその移動しないことによってその人が得る不利益に対してその社会を保障しろ政治を保障してくれるのか えー、十分な保障がされるのかこの辺りが、まあ、一つの分かれ道になるわけなんですけれども。あの応じない ことによよっってて得られるる利益ってあるわけですよねで当然パチンコ屋さんからすると、まあ、他のいろんなあの、まあ、パチンコ屋さんがその閉店に追い込まれている状態でですね、まあ、自分がその店を開ければ当然お客さんがやってくるわけですから、えー、要は抜け駆けした方が利益になるってこれはそのゲーム理論とかその囚人のジレーマとかそういうところでもよく出てくるあの逸話なんですけども要は約束とか決まり事を破ったもん勝ちですよねと。 でお願いベースで休むっていうのはもちろんそのモラル的には正しいんだけれどもそういうモラルを考えないで回転をしてしまえばですね人はいっぱいやってくるってそういうことになるわけですよね。で実際問題としてその例えばこの前千代田区のですねビッグアップルというそのパチンコ屋さんが回転してましたとでそこにこうあのもちろん千代田区外からですねいっぱいこう人がやってきてですね秋葉原がそのパチンコ好きの人でこった返すみたいな話が、まあ、確かにありはしたんですよね。 もう、まあ、非難合々になってですね、まあ、脅迫まであったらしいんですけれどもそのビッグアップルさんがその営業をそのやめますわと言って一回閉じたっていうことによってまたパチンコの好きの人たちは他ののやっているそのパチンコを探してですねいろいろ右往左往するわけですよね。 さらに大阪ではです、ね、そのやっているパチンコ屋さんを公表するっていう、で要は実名公表っていうのは通常、なんかやらかしたところはです、ね、あまりにもその懲罰的な内容だとその公表されたりするんですけども、逆に公表したがゆえです、ね、あのそれってそのパチンコ好きな人からすれば回転情報じゃないですか。当然その、そのやっているパチンコ屋さんに対して、パチンコ好きの人たちがガッと集まるわけですよね。で本末転倒だと でまあ、これって結局その言い方としていたちごっこっていう表現がいいのかどうか分かりませんけれども要はその社会全体の利益を考えて人の移動をなるだけしないでねという時に人が集まりやすいしかもその密室というかそのまあ閉じられた環境の中でやるものそういうものに対してそのなるだけその営業しないでほしいって自治体が言う、まあ、都道府県が言うってことに対して応じないっていうことですよね。 その応じないってことは、その、私たちの権利は、その、自粛要請があったとしても、それはその自粛に協力して100万円もらうぐらいだったら、私たち営業した方がよっぽど利益があるので、私たち営業しますと。感染症に関しては十分対策を自分たちなりにとっているので、国や県や、もしくはその自治体が何か言っても、それって関係ないんじゃないですかというような話をするわけですよね。で、当然そのパチンコって、 まあ僕らからするとまあ当然そのあんまりよくないわけですよねそれってその一種のギャンブルじゃないですかとでギャンブル好きな人を対象にそういうことをやっていていいんですかみたいなそういうそのどっちかっていうとこう社会の必要枠っていうような。 側面があるわけじゃないですかで一方でその、まあ、古き良きパチンコの世界でいうといわゆるその警察庁の島だみたいな話が俗説としてあって、まあ、実際には言われてるほど天下りもいないし警察からすれば別にその特に現役の警官からしたらその別に OB がどういうことをやろうが、まあ、俺たちパチンコ屋のおかげで随分自前の,の苦労させられているのでにその我々がそのあたかもそのパチンコ屋と結託してるかのようなことを言われるのは非常にけしからんみたいなことをよくおっしゃるわけですよね。 でも実際その昔はともかく今そんなこう警察庁とあのパチンコ屋がそのすごい癒着をしているってことはないわけですよ。もちろんそのキャリア官僚で警察の偉い人はですねなんか顧問みたいな形でそのパチンコホールチェーンのそのある意味その顧問みたいな形で出るみたいなことはま確かにあるかもしれないですけれどもただそれってあのいわゆる普通のそのまあ警らをやってる人たちからしたらあんま関係ないわけですよね。 なのでそのあとそれもう一つあの議論点としてはそのパチンコの合法性みたいなのがあってこれ西村博之さんかなんかがパチンコは非合法だみたいなこと言ってたんですけど、まあ、基本的にこう合法なんですよ。 あのただその賭博に資するっていうのはその一時の娯楽に供するっていうところを超えてお金がやり取りされているのを、まあ、あたかもそのこう景品根幹事みたいなものが間に挟まって三点方式で適応にやってることに対してあれは実用の賭博じゃないかっていうようなですねそういうまあイチャモンといえばイチャモンだし当然そのギャンブルをその狭く見たらそういうもの絶対入ってるわけなんでそれってギャンブルでしょうと他の賭博と何が違うのって言われたらまあそらそうよねというような部分もあるわけですよね。 そこら辺はずっとデリケートなもので来たわけですよ。 で今回のような、そのまあ、実際社会役、社会、社会役じゃない、社会の必要役、すみません、社会の必要役として、えー、パチンコ業界、まあ、遊戯協会ですね、遊戯ああの、いわゆるその、まあ、なんていうんでしょう,こう、パチンコスロットとか、そういうものも含めて、遊戯業をやってる人たちからすると、そのなるだけその社会に対してその、我々は悪くないので、えー、まあ、なんでしょう、ちゃんと営業させてもらってるんです、みたいな、今までの建前でやってきたのが、今回のようにですね、国民の関心事である感染症対策においてですね、 休業要請に応じないみたいな話になるとですねそれはみんなこうパチンコふざけんなみたいになるわけですよね。なのでその昔からパチンコはおかしいけないと思っている人はあんな自粛要請にも応じないようなパチンコ屋は、まあ、つるせって話それであのそこのパチンコ屋に関してはそれこそ痛手もいっぱいするし脅迫もするし、まあ、客ともみ合いになってさまざまなことって起きうるんですけどこうやってまあ,ある種そのパチンコがその、まあ、今までそのやってきたある意味その害悪の部分ですよね。 あの要はそのパチンコ好きのまあ要はちょっとこう人間的にこうやばい人たちがいっぱいパチンコをやってるっていうような思い込みからそ,のそういう人たちを食い物にしてえまあ営業しているパチンコ屋がしかも公衆益でやってるっていうのはまあ許せないとでしかも事実のギャンブルだとでそのギャンブルに関してはその当然そのあの県外からですね車乗りつけて営業情報を聞きつけてやってくるような人たちが。 本当に望ましいいのかってそういう話なんですよこれはもちろんパチンコ屋に対して批判的な人たちですね。遊戯業からすると、まあ、そういう人たちはけしからんという人たちですね。で、一方で、その法学者の観点、もしくはそのパチンコ、まあ、それはそれで、今までやってきたものだから、何とかしなきゃいけないでしょっていう人たちからすると、まあ、そうは言っても、その国が言ってる、自治体が言ってる、都道府県が言ってるのであくまで自粛なのであって、そのきちんとした対策を行って、3密でない限りにおいては、まあ、この辺重要なんですけど、3密でない限りにおいては、 営業自体を自粛しろとはや絶対にやめろとは言ってないと要は強制はできないとであくまで強制できない中でその休業してもらわないと困るので休業保障を出している自治体があるというだけですよねもしくは東京都が出しているというだけですよねとであ,るであるならばそのパチンコ屋さんからすればその営業する自由は依然として担保されてるんですよでこの辺ってその自由をめぐる争いの一番その究極のコアなところなんですよね あのパチンコ屋が正しいと思う人たちとパチンコ屋が駄目だっていう人たちがいずれもそのこうパチンコ屋が営業する自由でしかもその国がその命じることのできないその試験を制限できない財産権を否定できないそのこの一番ギリギリのところをやってるわけですよそのギリギリのところをやってる超最先端のが今のパチンコ業界だという話になるわけですよねいや当然こうパチンコ好きな人も嫌いな人もそのエキサイトするのは当然ですよねだって感染症対策なんだもん これってその社会全体の利益からしたらなるだけその自粛に応じてなるだけその3密にならないようにその国民がその手当てをしてまあなるだけそのまあ本当に開かれたところで人と人との間を離れてそれでえしっかりとその感染症対策をしてまあマスクをしたりとかまあいろんなことをやってですねえかからないようにするとか大事なのにえそれを超えてですねそのもうパチンコ屋の中のこうまあ煙もうもうとしたイメージの話ですけど煙もうもうとしたところでこう席も本当隣り合って こうやって、こうパチンコ打ってるじゃないですか。で、それって、やっぱり、あの、移りかねないよねっていう気持ち、がやっぱり、どっかあるわけですよね。で、さらに言うとですね、試験の制限っていう観点からすると、通勤もそうなんですよ。 要はその働きに出る人たちでそのインフラだとかそのまあスーパーの方とかもしくは通信会社の方とかまあそういうその重要なその社会インフラを担う人たちって当然通勤をして現場に行かなきゃいけないわけじゃないですか。でそ,うしたそういう時って必ずそのまあ通勤電車も乗るし車もまあ乗って移動されるでしょうしまあ人通りとしては当然そういう人たちがいて初めてま電気が来ている家に荷物が届く、まあ、デリバリーの人たちも含めてやってきてくれるそういうことがあるわけなんですけれども。 これもそののの試験の制限の枠に入ってくるわけですよねで感染症対策なんだからあの感染症法33条によってこう一部の,その交通機関を遮断したいよみたいなことって当然起きうるわけですよ、まあ、途中まであのきちんと検討はしてたと思うんですけどもでもやっぱりインフラを担う人たちの通,学通勤を考えたらです、ね、これをいきなり止めるわけにはいかないと。 で同じ理由でその沖縄にもその米軍基地があったりとか、まあ、いろんな人の危機があるので飛行機を全部やめるわけにはいかないとそうすると中には旅行者が紛れるわけですよね。でこの前その石田純一さんとかがその沖縄に五六、まあ、コンペかなんかに行ってで他の人に感染させたったみたいな話がどうも出てましたけども,でもあんなのも含めてですねその人の移動を最小限にしようと思ってもやっぱりそこでこう逸脱する人が出るわけなんですよね。でそういったものも含めてその自粛要請と あくまでそれは陽性なので保障があってでもなおかつ自分はその試験を制限されたくないので営業するっていうこう本当の意味での自由をめぐる争いっていうのは、えー、こうこう旅行する人だとかそのゴルフ行く人例えばそのあのバーベキューをそのあの地方にやりに行く人とかさまざ、あ、まなところで起きるわけなんですよ。でそういう人たちがそ,の、えー、それはそのいくら感染症対策とはいえたまには出ていいんでしょうとで3密でなければいいんじゃないですかと。 でましてはその通勤をしている人たちからすると「いやだって仕事で必要なんだから移動しますよね」というようなところでこうギリギリのところでやっている自由を巡る争いだっていうことはですね是非皆さん知っておいていただきたいなと思うわけなんですよ。あの本当にこうパチンコをやらない人からするとまたそのパチンコに関して非常に批判的な人たちからするとなんで県またいで移動するような営業の仕方をするんやという話になるし逆にパチンコをやあの回転している側の論理としてはいやそう言っても試験の制限は国側は認めてないんだから。 憲法上認められてないのであってなので我々は営業するようになって言われたらそれは誰も止められないということなんですよね。まあ、この辺り非常にデリケートなところなんですけれどもやはりその地域の,その遊戯協会がさすがにこれはまずいだろうということでですね、まあ、立ち上がりそうな気配になってます今。でこれ何なのかというとですねそのパチンコ屋さんとやっぱり寄り合いになってるわけですよね。 その営業自粛に関する問題っていうのはそのもちろんそのあくまで要請なのであってこれを応じなやつに関してはそのふざけるなみたいなことを言ってもその別に法的効力はないんですけれどもただ寄り合いに関して言うとですねいや横のつながり言うとそのあそこ勝手に開業してましたよと我々休んでるのなんであいつら開業してるんやと言ってですね他のパチンコ屋が開業してるパチンコ屋を指しに行くっていうそういうまあ世も末えな感じではあるんですけどまあそういうそのある意味その横のつながりというか同業者組合というかギルドというかそういうものが今活躍しているというような 状態ですよね、まあ、なのでそこら辺のせめぎ合いと言いますか、えー、何をもってその社,会悪社会の必要悪がそのきちんとその、まあ、存在しうるようなその、まあ、遊びのある社会っていうんですか、ね、ゆ,ゆとりのある社会っていうんですか、ね、そういうものに戻っていくのかみたいなところはちょっとこれから考えていくべきところなのかなというふうに思います。あのぼ,ちぼちその飲食店でも耐えきれないところがですね、まあ、ハッピーアワーの時にこう、まあ、座席数をかなり開いて窓も全開にして営業してますみたいなことが出てきてるんですよ。 でもちろんその雑誌死ぬべきかっていうのもあってその国が大変だ社会がそのあの感染症に対して非常にこう、まあ、ある意味そのヒステリックな反応をしているのでなかなか厳しい辛いところであるけれどもでもその我々が生きていくために改転しなければやっていけないのやと言ってその休業手当だけではやっていけない部分の,あの,、まあ、あの飲食店の方々なんかはそろそろその,あの店を半分開けさせてもらえないかみたいなことを言ってるわけですよね。こ、まあ、これはこれはで あのまあ、コンセンサスとしてそのもちろん自粛期間というかその、まあ、非常事態宣言が延期になって5月末までになったとしてもそれはある程度その自由の使い方についてぎりぎりのところでいろいろ判断をしている人たちなので。 何かこう前まい具合にこうカバーできるやり方ないだろうかなっていうふうには思います。まあ、間違ってもですねその、まあ、中長の張り紙をしたりとかですね痛礼をしたりとかですね、まあ、脅迫の手紙を送るようなことのないようにですね皆さん是非こう、まあ、の節度を守ってあのいろいろ意見をしていただければいいかなというふうに思います。あのまあ、個人人的にはききちちちんんとと自粛をしてて感染症の人たちが減って でまあ、必要に応じてそのまあ運動してあげればまあジョギングかなんかして、えー、健康に暮らしていく中で向こう3週間ぐらいなんとかギリギリのところでその外出しないで,ですねやっていけるのが一番いいのかなというふうには思うんですけれども、まあ、いろんな考え方の方いらっしゃいますんで。 えー、この自由をめぐる争いのところだけは皆さんどうかこうあの頭の片隅に置いといていただけるといいかなと思います。まあ、この辺は多分7月8月ぐらいでコロナがある程度落ち着いたところで総括になるのかなと思いますけれども今の段階ではこういう話でございます以上です。